皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。私は今ここは BTS チョンノンシー駅の5番出口のところにいます。この5番出口から歩いて8分ぐらい行ったところにマハナコンタワーが見える絶景のカフェがあるので、そちらのカフェまで一旦歩いていきたいと思います。到着しました。すごいおしゃれ。いい映画、ここのこれ。エレベーター前もすごいおしゃれ。なんか違うところから乗っていってみたい。チョンノン市駅から歩いてやっと到着しました。ホットカフェラテでラテアートを書いてもらおうと思ったんですけれど、あまりの暑さにアイスにしました。でここは席が争奪戦で、真ん中のいい席は8席ぐらいしかなくて、ここは端っこから3番目、なかなかねいい席を取るのは難しいかも。チョンノン市駅から歩いてきたんですけれど、まっすぐ歩いてくればいいのに、ちょっと違う方向に曲がってしまったので、ぐるっと遠回りをしてやっと到着しました。で到着したら下でエレベーターがこのビルとちょっと違うエレベーターらしいんですけれど、そのエレベーターが故障したのか何なのか分かんないんですけど止まっていて、そこから乗れなかったんですよ。だからインスタとかでよく映ってるその綺麗なエレベーターの中は撮れなかったです。そして普通のエレベーターで特別に何か上げてあげるみたいなこと言われて、特別に上げてもらったんですけれど、上がってきても人がいっぱいで、なんか席に座れる感じじゃなくて、ちょっと 4、5 分待ってこれ頼んでる間に開くかなと思いきや全然開かない。ここは早く来るか、ちょっとまあラッキーな時はね、ハナコンの真ん前で飲めると思うんですけど、ちょっとずれたとこになったり、席がないと立ち飲みしなきゃいけない感じです。アイスにして正解だった。暑かったからちょっと様子を見て、さっき席が空いたのでちょっと移動しようかと思ったら、さっと取られちゃったので、
残念なことでした。コーヒーの味はすごく美味しくて、日本のコーヒーメーカーさんですので、バンコクに8店舗ぐらいあるらしいんですけれど、このマハナコンが見える絶景カフェは特に旅行の人たちに人気だそうです。今日日曜日のまだ朝10時なんですけど、結構多いです。ちょっとね、席を狙っておきます。ちょっとカメラ止めとかないとちょっと移動できない。専用エレベーターじゃなかったんですが、ここのタワーワンの方から無事にアラビカコーヒーに行けたので、今度はここからまたチョンノン市駅に戻ってフードコートに行ってみたいと思います。今度は間違わないようにまっすぐチョンノン市駅まで歩いていきます。